株式会社オクタは埼玉県埼玉市大宮区に本社を置く日本の総合住生活企業である。1992年1月設立。オクタとは埼玉県を中心に新築、住宅リフォームやリノベーションなど住生活事業を担う会社である。環境と健康のもと、地球環境の原則を尊重する企業であり続けるというミッションステートメントを経営方針とする。 2002年にその具体的一歩として、リフォーム業開発となる脱炎日を宣言、環境に配慮した無添加リフォームをその特色とした。オクタが手掛けるロハススタジオは、人と人との触れ合いから生まれる、暮らしの中の心地よい空間という意味を持つデンマーク語、ヒュッケをコンセプトとしている。垢材や、軽装土といった、自然素材にこだわった、リフォーム。 美しく機能性に富んだ空間デザインだけでなく、心地よい雰囲気を大切にする北欧の生活感を住まいに取り入れることを特色とする。埼玉県を中心に展開しているロハススタジオは店舗そのものがショップ券、モデルルームの役割を果たしている。自然素材にこだわり人にも地球にも優しい空間を体感できることが特徴である。店舗では、 ワークショップ等のイベントも開催され好評を博している。自然エネルギーをふんだんに活用した空間デザインはパッシブデザインと呼ばれ、奥タを代表するデザイン提案となっている。その特徴は、風と光、断熱、小エネルギー、自然素材、楽しむを念頭に置いた空間デザインにある。パッシブデザインでは、光と風の性質を理解した設計、厳選された、 自然素材を使用するなど、エコを意識した暮らしがデザインされており、できる限り電気や石油に頼らなくとも、四季を通じて心地よく快適な生活を送れるよう工夫がなされている。そのため自然派パッシブとも呼ばれる。憩いの空間をライフスタイルに合わせて演出し、省エネルギーを含め暮らしをトータルにデザインしていることから、2020年基準の住宅性能の実現とも言われる。 パッシブデザインを説明したイメージビデオはパッシブデザインの滑らない話と題され、ナレーションには声優の若本のりが起用されている。首都圏を中心に住宅メンテナンスやリフォーム、ハウスクリーニングを担うハンディマンは元々オクタのメンテナンス部門として始まる。特筆すべきはその豊富すぎる住まいの便利サービスである。水回りのメンテナンスやエアコンの掃除といった。 ハウスクリーニング以外にも庭の手入れやペットの散歩、お買い物代行や花見の場所取りまでも依頼することができる。社内には業務効率の向上を目的とし15から20分ほどの紙を推奨するパワーナップという制度が設けられており、多数のメディアから注目を集めている。2、電皇工后料陛下業貢献、昼寝で効率アップ仕事はかどり企業推奨。 枕も、種類豊富毎日新聞2014年9月15日。ありがとうございます。